プリンス法案による肖像画1784年。第二代リトルトン男爵、ジョージ・フルク・リトルトンは、イギリスの貴族、政治家。1790年から1796年まで、グレートブリテン庶民院議員を、1797年から1800年まで、アイルランド庶民院議員を務めた。ジャマイカ総督のウィリアム・ヘンリー・リトルトンと一人目の、妻メアリー。 1765年5月28日没、ジェームズ・マカートニーの娘の長男として、1763年10月27日に、ジャマイカのスパニッシュタウンで生まれた。1781年4月24日、オックスフォード大学ベリオールカレッジに入学した。1790年イギリス総選挙で、リトルトン家の海中選挙区である。 ビュードリー選挙区から出馬して当選したが、1796年、イギリス総選挙では、一家の友人であるマイルズ・ピーター・アンドルーズに議席を譲った。議会で活動した記録はなかったが、スコットランドにおける審査法廃止には反対の立場だったとされる。1797年から1800年まで、グラナード選挙区の代表としてアイルランド、庶民院議員を務め、 1800年1月にマンスター復帰不動産管理官に任命される形で議員を辞任した。1808年9月14日に父が死去するとウェストコート男爵くらいとリトルトン男爵位を継承した。同年から1828年に死去するまでビュードリーカレーを務めた。1804年までに精神疾患により狂気に陥り、1811年に 回復の兆しがあると報じられたが、1825年以降は二度と回復しなかった。1828年11月12日に生涯、未婚のままウスターシャアのハックリーで死去、弟、ウィリアム・ヘンリーが借位を継承した。ありがとうございます。